こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは黒部名水ポークカレー。このカレー、私が住んでる富山の、黒部の名水を使ったカレーということで、前回2015年シリーズではランキング8位に、ランクされました。ということで、ここ最近ランキングの変動がなかなか起きないんですけど、今日のこのカレーは、その味わいをもう一度確認しながら、果たしてランキング入りするのかどうか、食べてみたいと思います。黒部名水ポークカレーです。ソースがサラサラで、ライスに染み込んでいます。いただきます。このサラサラソースを見て、以前食べた思い出が少し蘇っています。前回シリーズ8位にランクしたということで、想像してた味わいよりも少し個性を感じます。ちょっとこの独特の味わいが何なのか、食べ進めてみたいと思います。ポークはあまり大きくないんですけど、3個から4個入っています。ご覧の通りサラサラのカレーソースです。先ほど言いました特徴的な味わいについては、スパイスの味わいと、あとリンゴの甘みを感じることができます。ごちそうさまでした。私の地元富山のご当地カレー、黒部名水ポークカレーということで、高い評価をしたかったんですけど、今日食べた素直な感想とすれば、とても高い評価はできないかなと。確かに、まずまず満足できた味わいではあったんですけど、具材のボリューム感のなさとか、味わい深さの点で今日食べて私にとっては少し物足りなさを感じました。前回シリーズ2015年には高い評価をさせていただいたんで、どうしても食べる日のコンディションなどによって味わいの感じ方っていうのは違ってくることはやむを得ないんですけど、2015年高い評価をした年間で8位につけたっていうのは決して間違いではなかったと思います。ただ今年順にレトルトカレーを食べてきて、現在、ランキングベスト10のものと比較すると少し物足りないかなというのが正直なところです。はい、それでは今日のこのカレーの採点と今日現在のランキングをご覧ください。さよなら。
このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。